聖林の章、霧の中の応酬。ファーガス神聖王国はガルグマク大修道院を追われた中央教会を正式に保護。アドラステア帝国がそれを看過するはずもなく、すぐに王国への宣戦が布告された。帝国の動きを牽制すべく、ディミトリは腹心らと共に対応策を練るが、そんな彼らのもとに衝撃的な報がもたらされる。ガスパール城主ロナートが兵を挙げたのだ。すでに皆も聞いていると思うが、南部のローベ家が帝国への恭順を表明した。先んじてローベ領の城主ロナート卿が大司教追討のため打って出たとも聞く。周辺の諸侯を通してあらかじめ手を打ったつもりではいましたが、ロナート卿が教団の受け入れを看過できずに先走ったのかもしれませんね。そんな、もしお前が今からでもガスパール領に戻りたいというのなら止めはしない。お気遣いありがとうございます。でも今の僕は王家の騎士ですから。で、ローベ家とロナート教の兵、それから帝国軍の動きはどうなっている？今のところローベ家に目立った動きはない。おそらく打って出る気はないのだろう。一方ロナート教はガスパール城より進発し、ゲライント領に攻めかかっているそうだ。帝国軍の先遣隊は王国領に侵入、直接ロナート教の援護に向かったらしい。帝国の先遣隊ってことは、つまり本体が出てくるかもってことですよね。合流しちゃったらちょっとやそっとじゃ太刀打ちできなくなるんじゃ。ガラテア家からも兵を送っているのですが、思いのほか敵の動きが早いと聞いています。ゲライント領でうまくロナート卿を押し返せればよいのですが。このままにはしておけないわよね。一刻も早く救援に向かわないと。ああ、そうだ、俺も出よう。陛下、万一があってはなりません。やはり王都にとどまられた方が。その件に関してはもう話し合っただろう、ドゥドゥ。これは必要な出征だ。俺たちはカロン領から西へと軍を進める。そこで帝国とロナート卿の兵を打ち払い、そのままアリアンロッドに攻め込み、戦力を失って疲弊したローベ軍を討伐する。制圧後はアリアンロッドに入り、西部戦線の指揮を取らねばならない。王都には王家の遠縁であるイバン公が念のため入ってくださっています。ギュスタブ殿もおりますし、よほどのことがない限りは安全でしょう。いいんじゃないですか。今後の主戦場はアリアンロッド周辺になるんでしょうし。だったらますます急がないとね。負けちゃったら元も子もないもの。いつも急な出陣ばかりで皆には迷惑をかける。すまないな。気を使ってくれるのはありがたいけど、あなたが責任を感じることじゃないでしょ。あなたと私たちは王様と配下だけど、その前に仲間でしょ。気安く頼って。そうだな。ああ、それからもう一つ、実は先日教団から申し入れがあってな。セテス殿が妹子と共にセイロス騎士団の一部を率いて同行してくださるそうだ。セテスさんが？それは心強いけど、どういう風の吹き回し？俺も詳しい経緯は聞いていないが、後で本人に尋ねてみてもいいかもな。Thank you.
ないか。調子はどうだ。そうだな。ええ。頼む。悩ましいな。そういえば。どの戦闘をもっと戦いの記録を集めておきます。ああ、また来いよ。あら、また来てね。物資はガンの何にでも必ず使い道はあるはずです。さて、頼む。お前、そういえばどうだ。話しますが。そうね。感謝するということだ。そうかしら。ああ。ごきげんよう。頼むわ。もお願いしますわね。そうね。ああ、行くよ。どうも。お呼びでしょうか。どうも。お願いね。
ところで、うん、やれやれ。どの戦場に向かうんだ。報酬分は働くわよ。命を大事によね。共に勝利をつかみ取ろう。背中任せていい？分かった。この程度じゃ満足しきれない。私の目指すところはもっと上よ。一人の戦士お前を尊敬する。二人で決めちゃうわよ。あなたの負けよ。勝てたのはみんなのおかげだよ。力を貸してくれてありがとう。走って兵を動かすなど愚かにすぎる。おとなしくしていれば帝国軍の本体と合流して有利に軍を進められたものを。それだけ王国が中央教会を受け入れるのを認められなかったのでしょうな。ロナート殿はご子息を教団に処刑され恨みを募らせておられましたゆえ。その割に養子の一人は王家の騎士として推挙したなどと言うじゃないか。かつてはイーハ大公の従者を務めていたこともあるというし、奴が何を考えているのか私にはさっぱりわからん。おや、わしにはよくわかりますがな。まず中央教会と大司教への不信があり、
王がそれを受け入れるならば身をもっていさめねばならぬというところでしょう。それに振り回されるこちらの身にもなってみろというものだ。我が領土を皇帝が守ってくれるというからわざわざ王国を裏切ったのに、イカれるファーガス王の槍に領土ごと焼き滅ぼされては本末転倒よ。そうですな、我らも覚悟を固めねばなりますまい。仮にロナートたちが負ければそのままアリアンロッドが攻められることだろう。その時はこの城を手土産に王国に帰参する。ロナートが勝てば約束通り帝国に寝返る。両国ともが欲しがっているこの城があればどちらに転ぶもたやすかろう。おや、良いのですかな。その振る舞いは閣下の最も厭うところでは。その白々しいところは変わらんな。お前が言ったのだ、クエンダル。死力を尽くして戦ったのであれば降伏しようとそしられることはないと。この2年間ディミトリの指示でファーガスの各地を転戦してきたけど、マグドレドカイドウか。この辺りで戦うのは初めてだわ。そうだね、どうやら霧深い土地のようだ。それにしても深すぎる気もするが、君にとっては慣れない戦場だ。慎重さを失わないように気をつけてくれ。例えば霧の中で視界を失って崖下に突っ込んでなんて死に方は最悪だろう。私を何だと思ってるのよ、過保護ね、ラルバは。おや、自信満々だね。さてはもう僕の力は不要ということかな。いやいや冗談でしょ、怒らないでよ。あなたにはいつも感謝してるんだから。いいかい、君が死ねば僕も死ぬ。それをきちんと心得て戦ってくれよ。それじゃあ行こうか、僕の運命共同体。の居所もわからん。奇襲に備えて警戒を強めねばなるまい。背中任せていい。霧が晴れるのを待っている時間がない。ロナート卿を探し出し撃破する。まずは前線を押し上げる。総員進軍を開始せよ。相手が王様の軍だろうとひるむな。ロナート様のために戦うんだ。悪く思うな。こんなの初めから勝てるはずがなかったんだ。たわいないものだな。このまま制圧を進めるぞ。体勢を立て直せ。順調だな。このまま進むぞ。引き続き奇襲への警戒は怠るな。仕事を済ませよう。あの傭兵だ。帝国からの増援か。総員
気を引き締めて当たれ。灰色の悪魔に借りを返す機会がこんな形で回ってくるとはね。これは侮れない相手だ。本気を出しているようには見えない。実力の底が知らないね。連携するわよ。勝利のために。決めちゃうわよ。あなたたちを負けよ。まだだ。出遅れちまったようだな。まあ命じられた仕事はするさ。あれはゴーティエの。あの男がなぜこんな戦場に。なるほど、ここで兄上陛下も遠慮なく札を切ってくるもんだ。敵の足止めは引き受けてやる。てめえらその間に勝つ方法を考えやがれ。傭兵に指揮を出している頭がいるはずだ。マイクランに相手を任せ、その者を探すぞ。俺たちのやることは変わらねえ。やつは他の人に任せるよう言われたけれど、君は本当にそれでいいのかい？これ以上の無茶はできないか。強かったな。打っておければ最良だった。贅沢は言うまい。おお、あいつを追い込むとは。王国の連中もなかなかやるじゃねえか。私もジェラルト傭兵団の新参者として新参をなめぬようやりますぞ。やっちまったもんは仕方ねえ。俺たち流の歓迎をしてやろうじゃねえか。せい、連携するわよ。勝利のために。二人で決めちゃうわよ。あなたたちを負けよ。かなりの手だれだな。ただの傭兵とは格が違う。
まで残されるとはな。歳は取りたくないもんだ。これ以上の戦いは俺たちの命が危ねえ。雇い主には悪いが、ここは引くぞ。傭兵団は退却してしまったか。ならば次の手だ。別動隊を出せ。敵の傭兵団を退けたはいいが、この霧は晴れる気配もないな。戦国の敵増援の中に不審な魔導を操る魔導士を確認したとの報告が入っています。もしその魔導士が霧を操っているなら、倒せば霧を晴らせるかもしれんな。また腕を上げちゃったわね。それが傭兵の働き方というわけか。打ち破らせてもらおう。ここまでか。あとは頼みます、ロナート様。霧が晴れていく。やりましたね。これ以上の小細工は通じぬか。ならば正々堂々と戦うまで。ロナート卿、撃たせてもらいます。みんな前進せよ。一息に敵を飲み込め。せっかく帝国についてくれたんだもの、最後まで守り抜かないとね。ここで足止めか。ロナート卿は目の前なのだが。ドロテアさえ説得できれば、犠牲を出さずに無力化できるかもしれません。帝国は我らを助けに来てくれたのだ。ここは力を合わせねば。伝令兵か。捨ておけんな。増援を呼ばれる前に仕留めるべきだ。まだです。ドロテア、もうやめましょうよ。これ以上戦って何になるんですか。そう、ごめんなさい、私の負けよ。陛下が教団を受け入れるおつもりなら
命をもってお諌めするまで開門せよ。わしはもう後には引けぬ。連携するわよ、勝利のために。二人で決めちゃうわよ。あなたたちを分けよ。ああ、クリストフよ、許せ。今、お前の。ロナート様、僕も覚悟を決めないと。終わったな。みんな、よく戦ってくれた。仕事としては成功ね。おや、その割には不満足のようだね。いつもの君らしくもない顔をしている。仕事に勝って勝負に負けたみたいな。ロナートは倒せたし、ジェラルト傭兵団を撤退には追い込めたわ。けどその傭兵団のせいで勝てる戦でとんだ苦戦を強いられたし、灰色の悪魔を倒すこともできなかった。これを負けと言わないで、なんというか。勝利だよ。君たち傭兵にとっては仕事と結果が全てなんだろう。それに加えてこの戦闘で灰色の悪魔の危険性を再認識することさえできた。そうね、あの人は一人の力で勝敗をひっくり返すようなとんでもない傭兵よ。その通り、必ず大きな障害になる。機会があれば全力で打った方がいいね。そうかもしれないわね。助言ありがとう。ところでディミトリの姿が見えないけれど、どこへ行ったんだろうね。確かにフェリクスたちもいないわね。何か大事な話でもしてるのかしら。気になるなら探してみたらどうかな。君が立ち入れる話かどうかはわからないけど。首を突っ込むべきじゃないんだろうけど、ちょっと気になるしね。探してみるわ。よく参じた、マイクラン。貴公の活躍、覚えておこう。よく参じたも何も、全部てめえの差し金だろうがよ。あの男、さっきの。どうして君は盗み聞きなんてしているんだい。揉めてるみたいだし、下手に口を出して話がこじれたら困るじゃない。おいイノシシ、どういうことだ。こんな野党崩れの男を賞に据えるなど。全ては2年前、俺の即位の折に辺境伯らと話し合って決めたことだ。ギュスタブらに命じてこの男を捕らえ、兵を与えて王家に忠誠を誓わせた。
そんなことを聞きたいのではない。なぜこのような真似をしたと聞いている。実力ある指揮官が必要だったからだ。我が軍にはそれが決定的に足りていない。彼は辺境伯から傭兵を叩き込まれている。その実力は俺もこの目で確かめた。ルーグの時代から数百年、ファーガスは長らく紋章と遺産の力に守られてきた。外敵から国土を維持するにあたり、その力に依拠し続けてきたということだ。無論アドラステアとの戦いにおいても英雄の遺産は簡単に手放せるものではない。だが遺産の力だけで国は守れない。使い手が撃たれれば戦いはそこで終わりだ。加えて英雄の血が薄まりつつある今、こうしたものを登用していかなくては。お前の言っていることは正しいかもしれん。だがそういう問題ではない。少し前まで悪事に手を染めていたようなものを取り立てていいと思っているのか。ゴーティエの長男の噂はあまりに有名です。俗に身を落とし略奪を働いていたと。そんなものを将として登用すれば兵からも不満が出るのではありませんか。取り立てるねえ。聞こえはいいが、実際はただの旅衆だぜ。俺は副官部下、王家に仕える精鋭どもが寝てる間さえ俺を監視してやがるんだよ。おいシルバン、人ごとのような顔をしているが、お前はそれでいいのか。陛下には前もって相談されてた話だしな。別に今更どうこう言うつもりはないさ。せいぜい仲良くやろうぜ兄上。あんたは俺の顔なんて見たくないだろうけどな。まそういうことだ。何かあればまた呼べよ国王陛下。また手段を選ぶなとでも言うつもりか。否定するつもりはない。だが今俺は彼を使うことにこそ意義を見出している。あの男が賊として働いた行為は決して許されて良いものではない。そんな人間を将に据えた俺もろとも責められるべきことだろう。だがもしあの男に紋章があれば、その人生は一変していたかもしれない。俺が殺した叔父上と同じようにな。陛下のお考えは理解できます。ですが彼に傷つけられてきた人々は。失われたものは戻らない。奪ったものは返せても、奪った命を返すことはできない。食材の意思がないのならその命を持って、あるのなら別の形で埋め合わせるべきだ。命を懸けて人々のために戦うことが彼にとっての食材の形になると俺は思う。その上で人々が彼を許さないというなら、彼らには復讐のため剣を取る権利がある。話は分かった。だがな、そういう考えがあるのなら他の連中にも話しておけ。席を追う追わないの問題ではない。単に考えを共有しろと言っているだけだ。そうだな、すまなかった。さて、では手はず通りアリアンロッドに軍を進めてくれ。ローベ家の軍勢にここまでの痛手を与えられたのなら制圧も楽になるだろう。白銀の乙女アリアンロッドか。私たちで陥落させられるのかな。あれだけの兵をこっちによこしたんだ。防備の兵はそう多くないんじゃないか。ま
希望的観測ってやつではあるが。カロン、ゲラインと両家を救援できましたし、彼らの兵も借り受けられそうですね。ああ、そうだな。彼らの戦力は貴重だ。今後の戦略に組み込んでいかねばなるまい。アッシュ、アリアン・ロッドでも俺たちと共に戦ってくれるか？はい、もちろんです。お気遣いありがとうございます陛下。あまり無理はしないでくれ。辛い時には休むことも必要なのだから。しかしローベ家の軍はさておき、今はジェラルト傭兵団の存在が気にかかる。確か昔お前が会いたがっていた傭兵団だったな。ええ、そこの傭兵灰色の悪魔に昔いた傭兵団がやられちゃって。手向けってわけじゃないけど、私はあの人より強くなりたいのよ。あ、そうだったのか。初めて聞いたな。隠していたわけじゃないけど、誰かに話すほどのことでもないしね。ジェラルト傭兵団を超えるというのがお前のなすべきことなんだな。なすべきこと？そうね、それが私の目標よ。ジェラルト傭兵団はかなり強力な相手だ。可能な限り交戦は避けたいところだが、帝国軍はまだ旧アランデル領に屯している。近いうちまた戦うことになるだろう。ええ、分かってる。気を引き締めて臨まないとね。